ね、行こっか。はい、お散歩行きます。お散歩行きます。はい、玄関来ました。はい、今からね車椅子乗ってお散歩行きます、ね。はい、こちらに、準備してあります。行こっか。あ、分かった分かった。行きましょう。セット完了しました。はい、リードつけます。リードつけるよ今からね。はい、リードつけました。はい、やっと行けますね。はい、外に出てきました。たくたん、どこ行く？はい、まだね行き先決めてません。なんかね草におっちゃったりしてね。ね、行くよね。家の前結構車通って騒々しいのでびっくりしてますね。キョロキョロしてね。大丈夫よ。はい、出発です。まずは電柱クンクンしました。次はね、だいたいね決まって、はい、草、また草によってからの地面によってからのやっぱり電柱ね。でなんか電柱好きなんですよね。はい。どうした？ね、ちょうど晴れてよかったです。前の日には雨降るかなって傘のおもちゃ振り回して雨予報してたんですけど、めっちゃ晴れました。もう張り切ってね、こんな走っちゃって。おーい、さきちゃん、サク、はい、また電柱たどり着きました。さあ、どこ行くのかな。はい、ここがですね、いつも皆さんにお見せしているドクダミエリアです。サクちゃん、これね、ドクダミです、いつものね。あ、ダメダメ、舐めちゃダメよ。ちょっとしか生えてないんだけど、なんかここが好きでね、絶対に酔うんですよ。行こっか。なんかね、枯れてきちゃって、どうしちゃったんですかね。行こう。全然動きません。おーい。はい、動き出しました。ね、ここにみーちゃんもいるんだけど、今日いないね、みーちゃん。みーちゃんは飼い猫ちゃんなんですけど、なんか三毛猫ちゃんで、ここら辺でいつものんびりしてるんですよね。なんかさくちゃん好きで結構ねアプローチしてますね。どんどん行きますよ。次は、ね、やっぱりね、いちいちくんくん、もう結構あっちこっち、右行って左行って、さくちゃん、くんくん、ほんと忙しいですね。ね、次どこ行こうかなって考えてますよ。やっぱりなんか草によってなんかクンクンすると楽しいのかな。ずっと匂ってなんか楽しそうなんですよね。はい、
どんどん行きますよ。どこ行くかな。ね、足取り軽やかですね。はい、また匂ってます。やっぱね、いち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 匂ってね、なんかね、気になっていろんな匂いするんですね。行くよー、サク。おーい、サクタン。雨降んなかったね。ね、昨日傘のおもちゃ振り回して雨予報してたからね。え、サク、晴れてるよ。よかったね。行こうね。早いですよ。頑張ってついてくよ。ねえ、なんか足取り軽やかですね。ちゃんと車椅子できてから、こうやって楽しく、ね、元気な時とね、全然変わらないぐらいお散歩できてます。ね、もし、足動かなくなって、残念だなーって思ってる方がいたら、大丈夫ですよ。こうやってね、楽しくお散歩できるので悲しまないでくださいね。なんかね、当てもなく言ってますね。ねー、なんかね、これ道路も匂っちゃったりして。